take a look into the Digimon metal business. You check out this shop selling them. Okay. Oh, I got nothing. Alright, let's look at my Digimon. しちゃダメだよ。 行くぞみんな。 Thank you.
Thank you.
よう、探偵助手、元気にやってるみたいじゃねえか。ん？上白とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下調整中だ。今回は別件でな。こちらが今回の依頼者、君の友人、さくら君の保護者だ。あなたがさくらの同級生の？そうね、あなたになら話しやすいわね。実はさくらが家出してしまったの。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになるなんて。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう？それが部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって、さすがにそのことを叱ったら家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら、刑事さんにここを紹介していただいて。しかし、どうしてわざわざ私のところに？実は似たような依頼が最近随分来るんだが、この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い？ああ、家出の原因になったと思われる音楽の映像引っかかったんで、ちょっと調べてみたんだ。そうしたら、はーい、兄たちお待たせ。すっかり高齢的なあれになっちゃってる感じの、デモンズのデモンズによるデモンズのための電波ジャックのお時間で。ちゃってる？このエキサイティングなフィーリング、聞いてくれ、俺様の新曲、切ないハミングバード。お気楽にしびれて、ユーたちも俺様のわら人形になっちまいな。これです、さくらが見ていた映像です。どうやら説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチーム、デモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックからして、かなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。そのせいで警察の腰が重いと。ええ、大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化。上白ですか？確かな証拠はないが、おそらくな。上白ってエデンを運営しているあの？
お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。神城が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何より俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。公務員の苦しいところだな。そこでだ。今回はお前さんの能力に頼りたい。いやいや、話は全て京ちゃんから聞いてる。お前さんにどういう能力があるかってこともな。お前さんが戸惑うのも無理やねえけど、神城の摘発は俺と京ちゃんの悲願なんだ。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺から、その理想と尊敬する先輩を奪った。それが神城だ。京ちゃんから聞いてないか。クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官、京ちゃんの親父さんは神城に消されたんだよ。もちろん確実な証拠はねえけど、神城は俺と京ちゃんにとって敵なんだ。どうしても神城の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる神城とお前さんの能力、今がチャンスなんだ。俺に、いや俺と京ちゃんに力を貸してくれ。ありがてえ、頼んだぞ若いの。今又吉刑事とすれ違ったのだが、何かあったのか。目に涙を浮かべていたように見えたが。ふん、又吉刑事、熱い人だろ。君の能力コネクトジャンプが犯罪すれすれであることはあの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって神城に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思っている。しかし私自身が神城に迫ろうとしているからな。それならばいっそ巻き込んでいった方が万一の場合に私を守れる。そう考えてくれているんだろう。まったく、ああ見えて熱い人なんだよあの人は。むさ苦しいほどにね。すまない、おしゃべりが過ぎたな。さて話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくら君について手がかりを追ってくれ。どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミーケントやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。あ、何してるの？こんなところで。のお仕事中ってわけね。ねえねえ、虫眼鏡とか声を変える機械とかは使わない感じなの？え、そんなことより。何よそんなことよりって、超自分勝手な感じじゃん。
ミケンの PV？ 地味犬について調査してるわけ？あんなやつの PV なんて見るわけないじゃん。だって実物あれだよ。もう思い出すだけで虫唾が走るっていうか、腹の中にえぐり返るっていうか、体がほてり出すっていうか。え、だってまあほらあれよ、曲自体は。 Was I muted this whole time?Yeah, that would be her. Well, basically, I cannot believe I was muted this whole time. Was I muted this whole time?APB. No, only make a fuss. I don't want to say. I don't want the cops to have to put out an APB. Wait, what are these responses?Wait, an ABC? Wait, what? No, it's not probably nothing. What kind of response? These are responses. I guess this.See, this is why sometimes you don't meet your heroes. Ryota, what? What should I do now?First of all, better report back to the office. Yep, Jimmykin is something else.Nokia.
Yeah, fiendish stuff. Subliminal messaging. Ah, yes, subliminal messaging. That's in every source of media out there. Subdermal messages. Okay. Yeah. Yep, flipping images from one video into another so fast they can't be seen. Yep. Yep, it hypnotizes you. Yep.